おはようございます今日はポタちゃんがね実家に行っていない一日をね撮っていきたいと思います。これあのゴールデンウィーク中にあの帰省しまして、うん、私の方でだからちょっとあのリナさん一人であのビデオ撮っといてって言ってねあれお願いしましたね。ちょっとボケてますね基本的に一人だとあんまり喋りませんね。そう、本当はアフレコとかするつもりはなかったんだけどあまりにもリナさんあの無言だったので、今回あの急遽アフレコ撮りっていう感じでやらせてもらってますね。そうなんですね、失礼いたしました、うん、これはまあ朝のプロテイン飲んでますね。もう最近はねもうこれがルーティーンだよねリナさんね。そうでちょっとね、うん、昼と近いけんね、うん、フリューグラをね入れるんか入れてまあちょっと2時間ぐらい持たせて。あれ起きたの何時くらいこれでもねこの日ポタくんがさ、うん、結構早めに起きたじゃない。起きた起きただけどねもうね、うん、8時半ぐらいからも起きてて。あこれ何8時半なの。これ9時あ、リナさん史上早くない。いや、リナさんいつもさ、11時半ぐらいで起きるもんね11時半え、だって今日そうじゃん、11時半に起きたもんね。あ、今日起きたね。ねもうね、目が覚めて寝れんかったよあ、じゃあ俺が行った後寝れなかったんだ、うん、それは申し訳ないな。いいよ、ポソちゃん行ったねと思ってガツンって、あ、行った行ったと思ってうん、そっからちょっとしたら起きたんだ。寝れんねと思って寝て、起きとったで、それで何じゃあこれ一人でフルグラでも飲むかみたいな感じで。あ、そうですよ。ぼーっとしてますね。うん、うん、ちょっと買いん買いんね、眉毛あ、もう全部買いん赤ちゃんみたいこんな買いとった。うん、めちゃくちゃ買いてたよ。だからピックアップしたわ、そこ。あら、ぼーっとしてるねこれ見返したらさ、10分ぐらいさ、なんかぼーっとしてるからさ、何言ってんだろうなと思って時々ところどころかカメラ止めたか止めたかわからんくてね。これ何やってんの。なんか仕分け作業してんだけどだってプルグラが取れんけんスプーンで取っとった。なんか捨てとったじゃん、あれ何捨ててた。氷。あ、氷かびっくりした、なんか苦手なフルーツでもあるんかと思ったあ、なんかしてる。これあの髪の毛取ってるんだよ。あ、ポタちゃんの髪取ったあ、違う何お風呂にちょっとね、うん、あ、なんか喋ってる。なんかお風呂入ろうと思って汗びっしょり書いたけ。あー、お風呂入ったの。そう、入った。あ、そうなんだ。あ、私そこ取っとらんかった。うん、取ってなかったあ、お風呂入ったんだ。じゃあもうこれお風呂上がり。うん、あら、髪乾かしたところ取ってないの。うん、取ってなかったよ。入ってなかったよ。あら、あー、なんか、あ、マジ、うん、お風呂入ったんですね。ウィーンってやったんよ。あ、撮ってなかったんだいや、何も確認してねえねしっかり撮ってくださいそういうところまで、隅々までリナさん Vlog なんで、ね、これはあれかな、メイクを、まあ、一人とはいえね、うん、ちょっとね化粧するとさ、うん、一日やる気が出るけんやろうと思って、なんか投げたみたいな。ちょっと素出てますよあなた。ポイって。何見てるん？なんか話してる、ね。あのカメラアングルが気になってるんですね。あ、そうなの。下向けたね。うん、足見がいっぱい。皆さん今スクショタイミングでございます。やめてやめてもうボサコちゃん。ちょっとこの日はコンディションが悪かったね。顔のパッサパサ、今週パサパサ注意報そんな予報が出てたんだ。あ、眉毛抜いてね、しっかりね、抜いてね。そうそう、あ、険しい顔ね。めっちゃ険しくね。私こんなとこ撮ってたん。うん、ちゃんと撮ってたよ自分で一人でこう撮るのさ、うん、久々すぎてよくわからんで、毎日ね、日課の家事ね。そうね、朝ね、うん、終わらせるね。そうそう、最近ここに寝室にね、洗濯干すようになってね、突っ張り棒ね、ね、買ってね、ここで干すようになりました。いいよね、うん、もうね、あっちに移動させるのめんどくさかったね。今まで奥でね、干してたからね。そうそうそう、これベッドメイキングか。あの、ポタちゃんの、うん、あのシーツを洗おうと思った。あ、ちょっと匂い嗅いなんで匂い嗅いだこれ、これ何、これなんでですか。いや、これこの前洗ったっけと思って匂い嗅いで確認した。え、俺の体臭を確認したんじゃなくて
いや、ポタちゃんの匂いがあればこれ洗ってないって分かる。あ、そういうことね。あ、これ何これ。髪の毛ひどいから捨ててる。え、汚くね、なんで床に捨てんのこれ。後から吸うけんいいと。あ、あの掃除機でね。そうそうそう。あ、そういうことね。ちゃんと考えとるやん。あ、ここ狭くて邪魔だった。あら、動いてる。カメラと一緒にね、移動してますね。うん、ここ天国。何、外明るすぎない？飛んでるよ光で。あ、これケースティファイの、うん、ね、届いたんだよね、やっとね。あ、もうちゃんと喋ってんに。あ、もう消えさせられた。もうカットです。アフレコによりカットになりました。悲しい。これ1ヶ月くらい待ったよね。待った待った、やっと来た。結構ね、楽しみにしてたんね。うん。どうしよう。何どうしようって。なんも、何なんもって。これ結構かわいいね、ケースなんだよね。そう、ピンクのね。そう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 。これ、うんこドリルを描いてる人の絵だって。ああ、なんか本屋でよく見るよね。そう、多分うんこドリル。忘れた、わからん。そこはでもなんか絵のタッチがさ、似てるからね。そう、このかわいいな、なんだっけ、桜クレパスみたいな感じ。色、移動さん、色々なんかよくわからん。あ、ポタちゃんのちょっと帰りますって。あのクリーナーでしょ、拭いた。そう、ちゃんと綺麗にね、サイドのところもキュッキュッキュッキュ拭いてますけれども。意外とこれ赤がすごかった。赤っていうか、なんかもう赤じゃね。意外となんかホコリが多くついてたんでしょ。違う、赤よ、赤。え、手垢みたいな。そう。え、手垢なんて何、ケースから何貫通して。そう、この穴よ、穴から入る。穴から何、手垢が来る、入ってくるの。マジで。ちゃんと見てき、汚な。あ、ハムですね。これは何、お昼ご飯と朝ご飯兼用ですね。いや、さっきフルグラ食べたじゃん。まあ、それはあの、まあ、朝食のまだね、準備運動みたいな。前菜胃の準備運動みたいな。そうそう。あ、そうなの。これじゃ朝食、第二の朝食なんだ。朝食でございます、これ。あれ、冷凍のあれか。あ、違う、これ冷凍してんの。米を冷凍し忘れてたから全部した。あ、そっかそっか。あ、カットしたね。何を。あ、冷凍したところ。あ、カットした、カットした。ちょっとあの、そこいらないなと思ったんで。おい、重要だぞ。あ、これね、白菜のね、うん、ちょっと腐れかけてたから食べたよ。あの漬物ね。そうそうそう。酸っぱくなかった。酸っぱね、だけどあれ捨てたもん。ちょっとなんか酸っぱそうな顔してるけど。してない。いや、いけるなっていう顔。あ、いけるなって顔なんだ。あ、これ何。あ、なんかしてるね。これ何。あ、仕事かなんかしてんじゃない。仕事始めましたね、うん、ちょっぴりしましたね。手についてるのは何、あの左手の。シュシュだい。シュシュなんて使ってたっけ。使うよ、邪魔の時使うべ。あ、ずっとつけてた。なんかもうブレスレットみたいになってる。何になってる。ファッション。あ、ちょっとね、うん、なんか見ながらやるんが好きね、うん、あ、なんかね、あのネットフリックスとかね、ちょっとつけながらね、そうそう、やってるよね。なんかないと寂しいのよ。そうそうそう、ポタくんがおらんとね、うん、もうね、静かれ静かれ。あ、だから音をなんか入れてみたいな感じか、うん、そうですよ。なるほどなるほど。ちょっと場所を移動してね、今度はこたつでね。次は勉強し始めました。あ、これは勉強なの。これは勉強し始めました。あ、なるほど。あ、ちょっと、あ、休憩をね。そうだ、3時のおやつよ。どっちにしようと思って、雪見大福と。もう、あ、うちね、なんかもうめちゃくちゃアイスあるからね、今ね。全然消費しきれてないやん。全然、ね、確かに最近ちょびちょび食べて。あ、ちょっと歯が痛かったんよ。選ばれたのは雪見大福でしたね。あ、おいしいって思ってる。おいしいと思ってる。思ってる。あ、5時になりましたということでね、うん、6時前にね、ちょっと映画に。あ、これ映画見に行くんだ。はい、はいはいはい、はい、あ、帰ってきたね、もう8時、あ、9時です今。これあのスーパーで買ってきた、なんか、あ、ラーメン。夜食ね。ジュースはね、映画のところに持ってたやつだね、うん、あ、なるほどなるほど。これを何、深夜に食べようかなと、俺が見てないところで。そこで終わろうと思ったけど、意外とラーメンのとこも取っちゃったよ。あ、どっか行った。何この追いかけてるの。追撃しました。あ、わかりました。あ、お風呂上がりね。なんか夜怖いのよ、静かすぎて。あ、そうなの。これなんか音楽とかかけてた。かけとらん。あ、かけてなかった。うん、ちょっと今これ何時。え、もう11時ぐらい。
やばいでしょこれ。いいとったい。こういう時に食べるのが美味しいとよ。あ、そうなん。これ背徳感的なやつ。いいとたい。こういう時しか食べるでしょ。なんか俺さ、この時リナさんがボソボソ言ってたの聞いたんだけどさ、なんか深夜にカップラーメン食べるのはちょっと嫌だなと思ったけど、まあシーフードだからいいでしょみたいなことですよ。本当はなんか辛いのを選ぼうと思ったけど、それカロリー高いからシーフードならいいでしょって。あ、そうそう。まずシーフードならさ、変わんないから。いいっていいって。なんか何その基準。リナさん基準。だってスープがさ、うん、結構、ね、ヘルシーじゃないシーフードってでイメージでしょ。大丈夫って。あ、それ大丈夫なの。こいつ気しかね。夜食ばあさんじゃん。夜食ばあさんもう最高もうめー。でもポップコーン食べてお腹いっぱいだったよ。あ、そうな。そうそうそう。じゃあ最後はね、もう俺の布団でくつろぎながら、この後もう寝落ちしちゃったんだっけ。あ、寝落ちした。ここで寝てた。あ、終わったということで、リナさんの一人の時のね、家での過ごし方でした。静かに暮らしてます。ではまた次回の動画で。さよなら。